分メタバースパパニュース。こんにちは、メタバースパーソナリティパパ丸山です。本日お届けする話題はこちら、観光都市東京がメタバースに出現ということで、いよいよ東京もメタバースに参入ということです。プラットフォームロブロックスになります。今世界で一番遊ばれているゲームと言われているロブロックス上に観光都市東京のコンテンツが作られるということなんですね。で、このロブロックス本来はアプリをインストールするんですが、ウェブアプリ版も登場するということなので、お手軽に楽しみたいなという方はウェブアプリを通して楽しんでいただくというようですね。ロブロックスっていうところはね、非常にこのいい目の付けどころじゃないかと思います。特に若い子、小さい子、お子さんのロブロックス利用が非常に高いので、ターゲット層としてはやはりこの若い層向け、そして世界的に使われているアプリでもあるので、ワールドワイドにっていうところを狙っているのかなと思いますね。で、メタバース空間、ただ単に空間を提供するだけではなくてですね、ユーザーはエリアに散りばめられた宝、これを探すトレジャーハンティングを楽しみながら、エリアの中でさまざまなキャラクターたちから東京のトリビアを教えてもらったりと、あと掲示板インフォメーションなどを通じて観光情報をゲットすることができるということですね。今メタバース地方創生と非常に相性がいいということで、先日このねメタバースパパニュースでもお送りしておりますが、いよいよ東京もねメタバースに参入ということ、非常にこれは盛り上がってきたと。各自治体がね、各メタバースを持つみたい、いずれ日本全国なんかメタバースになるんじゃないかぐらいのね今勢いでございます。いや、これ非常に楽しみですね。こちら今ウェブサイトプロモーションムービーも公開されておりますので、ぜひチェックしてみてください。ロブロックスメタバースワールドはハロー東京フレンズというタイトルで、2月の15日からロブロックスで楽しむことができます。いやー、ぜひもうロブロックス持ってるよって方はね、ぜひ入ってみてください。ウェブアプリ東京ハントも同じく2024年2月15日から入ることができます。ロブロックスのユーザーじゃない方も AR で撮影したり観光情報のアプリとして楽しめるそうです。これ手軽に楽しみたい方はこちらでぜひ楽しんでみてください。メタバースパパニュースお届けいたしました。今回はなんと観光都市東京がメタバース上に参入という話題をお届けいたしました。これぜひですね、あなたの地元、生まれ育った町にもですねメタバース化している可能性がありますので、ぜひねチェックしてみていただきたいと思います。まあ、これ非常に面白いなと思うのが、今メタバース使い道にね非常に迷ってるっていうイベント会社だったり法人だったりっていうのが多いんですよね。地方自治体のメタバース活用で見ると、割と目的が明確なので相性がいいと思うんです。もうこのうちの町に来てほしい、移住してほしい、うちのものを買ってほしいっていう明確なコンセプトがあるので、そこでメタバースに来てほしいっていうことになるので、これね非常に相性がいいんじゃないかなと思います。特に世界に向けてね発信していくというところがね、これもどん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 盛り上がっていくんじゃないかなと思います。私も、メタバーストークイベントウラシーというものを主催しているんですが、なんか自分の地元とかね勝手に作る勝手にねそう生まれ育った街を作るみたいなのもできちゃうということになるので、これもどんどんね地方創生メタバース広がっていくんじゃないかなと思いますので、チェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひいいねボタン、フォローよろしくお願いいたします。お相手はメタバースパーソナリティパパ丸山でした。また明日お会いしましょう。バイバイ。